じゃあ、この完璧なまでにかっこいい私を。これほどまでに凛々しくかっこいい私を、あのチャチャとかいう小娘たちは、びっくりして、ニックキチャチャめ、この私よりあの犬っころの方がかっこいいだと？何がふわふわだ、何がモコモコだ、笑わせるな。だが見よ、私は密かに修行を積んできたのだ。決してあの小娘に負けたわけではないのだ。待ち続けてきたのだ、復讐の時を。ヘクシュヘクシュヘクシュ、ああ、ではないか。誰だ。わしじゃ。ソーゲス様。吸血鬼のキューよ、傷は癒えたか。ソーゲス様、お願いでございます。私に出撃のご命令を。何、出撃だと。私は憎いのです、あのチャチャといい、あの犬っころといい、超ムカつくのです。そのためにこうして先に打たれながら心身ともに厳しいトレーニングを積み、試練に耐えました。もはや私は昨日までの私ではございません。必ずやチャチャを仕留めてご覧に入れます。なるほど、頼もしくなったな、キューよ。よかろう、望み通り出撃するがよい。 ありがとうございます、ソーゲス様。今度こそ抜かるではないぞ、ソーゲス。チャチャよ、今度こそこの世で一番かっこいいのがこの私であることを証明してやる。元気100倍ですね、あの二人は。バカ元気なリーヤはともかく、チャチャさんのそんなところがとっても愛らしい。チャチャさん、リーヤくん、リーヤくん、あ、うん、リーヤくんもうあんなに遠くに。隣のクラスだといつも出遅れてしまうのね。あ、たった一枚の教室の壁なのに、私とリーヤくんの仲を阻むには十分すぎるのね。ああ、またあの憎らしいチャチャ先を越されてしまったのね。なんてこと、なんてことなの。マリン、あなたはかわいそう。マリンちゃん、さようなら。ダメよ、今話しかけても。でもくじけちゃダメ、どんな困難も乗り越えていかなければ。そうよ、私には誰よりもリーヤくんを愛する心があるのよ。あ、あ、すっかり見えなくなってる。リヤくん、わーい。おい、ちゃちゃ、早く。待って、リヤ。まったく、体力だけは人一倍なんだから。お先に。あ、来たねえぞ。気をつけた方がいいですよ。何がだよ。下は崖ですから。うわうわ、こんなところに崖なんかあったっけ。いいや、私のに乗りなよ。いいよ、先に行ってろよ。見てろ、こんな崖なんてひょひょいのひょいだ。また強がり言ってやめといた方がいいのに。飛べないってのは不憫ですね。んだ、見てろ。落ちるの目に見えてますけどね。うわー、そりゃー、飛んだ。ずいぶん飛んでますね。いいや、
首型変じゃありません？助けて！あれは飛んでるんじゃなくてさらわれてるんですよ。いや！世話の焼けるやつ。うわここは？うわぁ、うわぁ！お前は？久しぶりにようやく会えたな、この犬っころめ。お前は誰だ？その通りだ、私は。久しぶりだったな、このふわふわのモコモコが。なお名乗れ。おい、記憶力ないのか。ならば吸血鬼のキューちゃんの恐ろしさを思い出させてやる。なんだこれ。さあ犬っころ、気分はどうかな。何がふわふわのモコモコだ。こんなものかっこいいというのはな、キレの良さなのだ。プロポーションがよく、どんなポーズもピタリと決まり、微動だに緩みがない。爽やかで繊細で、かつ華麗で。カツカレーじゃないんだぞ、間違えるな。そして決め手は涼しげな流し目。それがなんだこのブニョブニョの目ん玉、締まりのない口、おまけに三頭身のこんな間抜けな犬っころがかっこいいだと。悔しい、なあ情けない。ニックキはちゃちゃー、悔しい。落ち着かないやつだな。覚悟してもらおうか。大魔王様、再び吸血鬼の Q を送り込みましたでゲス。奴が復活したというのか。はい、救命復讐に燃えております。今度こそ確実にチャチャを仕留めるでございましょうでゲス。そうか、魔界に伝わる吸血一族の血が目覚めたか。ならばチャチャを倒すなどたやすいことだ。楽しむ余裕なんて。余裕がたっぷりあるみたいですね。なにあれなにあれ、射的だわ射的だわ、メインアトラクションだわ。入れて入れて、あれで撃つのね。あとはあのヘンテコなケバケバよ。当たった当たった、面白い。チャチャさん、あのしょぼくれた犬は。え、犬？
何も出ない。その目玉光らせてどうすんのよ。気持ち悪い。それじゃあ入れよ花火。やったー、綺麗、派手になりましたね。うわー、コウモリたち逃げていきましたよ。チャチャさんの花火のせいだと思いますけど。ディア君とこ誰に話してんの。ディア、一体誰がこんなひどいことを。あの声聞き覚えがあります。ここだよ諸君。久しぶりだなお嬢さんたち。私のかっこよさが忘れられず、いつかは訪ねてくると思っていたが。キューちゃん、そうか、あの川もお前が仕掛けたんだな。その通りだ。だいぶ予算をオーバーしてしまったがな。それもこれも全てお前たちへの復讐のためだ。イーヤをこんな目に遭わせたのはあなたね。リュウ君、どこどこ。その通りだ。私はそのふわふわモコモコが気に入らんのだよ。お前たちは解散、一人残らず餌食にしてやる。寝ぼけたこと言ってんのかしら。身の程知らずとはあなたのことだわ。私たちに勝てると思ってんの。さあちゃちゃ、やっておしまいなさい。相手は弱いわよ。何をこんな時ばっかり。この間だって勝ったじゃない。ちゃちゃの魔法ならやっつけられるわよ。やめてやめてって。どっちからでもいいぞ。よし、それじゃ入れよ入れよ。ニンニクでできた十字架。ダハハ、ニンニクと十字架のダブル効果を狙ったつもりか。だが私は昨日までの私ではないぞ。修行に修行を重ね、パワーアップを。え、こんなものこうしてくれるわ。はい、どうだ、私にそんなちゃちな攻撃が通じるとでも思ったか。これで分かっただろう。なんで後ろ向いてんだ。ちゃちゃ、あれ行こう。褒めておだてて一気にけなし、奈落の底に落としちゃう。うん、奇襲攻撃、褒めけなしエレベーター作戦。キューちゃん、うん、キューちゃん素敵。うん、前に会った時より断然男に磨きがかかってる。女の子だったら誰でもキューちゃんに憧れちゃうわ。あ、こないだと違う。全然動じてない。前はこんな攻撃で OK だったんですか。じゃあ次、アホズラヘッジクリー。今ちょっと匂いを入れそこ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 。何か言いましたかお嬢さん方。嘘。言っただろう。私は全ての弱点を克服するために厳しい修行に臨んだのだ。そのために私は、アクション。耳栓？滝に打たれて風まで引いてしまったのだよ。もうこうなったら破れかぶれよ。決めの一言言ってみよう。ブサイク。何のことやら。二人とも感心してどうするんですか。でもとっても見事よ。さーて、誰の力吸ってやるかな。ふん、お前忘れっぽいな。僕たちが三人力を合わせたらものすごく強いことを忘れたのか。バカめ、私がそんなことも考えずにいたと思ったか。三人が力を合わせるということは、一人欠けては何もできんということだろうが。うわあ、ダメだ。ああ、くそ、どんなのだ。無駄だよ、その強化プラスチックの筒はどんなバカ力でも破れん。無様な姿だ。
これでもこの犬っころの方が私よりかっこいいというのか。かっこいいもん。何？リーヤは優しいもん。どんな姿になっても、どんなに惨めな格好になっても、絶対に絶対にリーヤが世界で一番かっこいいんだもん。ちゃちゃ、リーヤ君はかっこいいもん。つけたな、ブサイクに超をつけたな。もう許さん。お嬢さん、助太刀するでごわす。え、あなたは？おいどんはただの通りすがりの腕相撲力士でごわすよ。どすこーい。ありがとう、ただの通りすがりの腕相撲力士さん。なーに、お安い御用でごわす。あー、どすこーい、どすこい。バナナが出るだろうと思いました。入れよ。やった、愚か者め。その鉄球をよく見てみよう。爆弾だ。嘘。マリン、マリリン、入れよ。大変。あ、消えた。なに、この世で一番かっこいいのはこの私だ。お城が消えた。ただいま。まさか。いや、お帰りなさい。少し冷え込んだので厚着をしたんですが、おやおや、ゲームに熱中してトマトジュースを床に落としてしまったようですね。なんということだ、
級のやつめ一度ならず二度までも。はっ、キュー、即刻魔界から追放するでげす。一刻も早くあの小娘、チャチャを倒すのだ。はっ、ははでげす。ところが、なんとそのおじさん、セラビー先生に特訓してもらったオーブを忘れて突然